強いキャラランキング、万華鏡ガチャ、名バトルなど当チャンネルでは様々な格付けをしてきましたが、大変お待たせしました皆さん。今回はナルトに登場するキャラクターのイケメン格付けをしていきたいと思います。なおエピソードなどを加味するとイケメンまみれの漫画ですので、純粋に各キャラの顔面や見た目、戦闘スタイル、思想がどんな層に受け、どんな反響をもたらしたのかをメインで見ていきたいと思います。早速5位から見ていきましょう。5位、デイダラ。釣り目、二重、はため隠し。これだけでイケメンの条件を満たしているデイダラ。爆発を使った大規模な戦闘や粘土を使って飛行するトリッキーな戦い方は男女問わず惹かれてしまった人が多いのではないでしょうか。芸術は爆発だ。この名台詞は多くの読者を魅了し、多くの中二病患者を輩出しました。なお金髪、長髪、はため隠しはデイダラのルックスだからこそできるおしゃれスタイルなので、良い子は真似しないでください。4位、サソリ。初登場時は目つきの悪い顔面で常にクランチングスタートの構えをしているヒルコという姿で現れてしまったサソリ。とてもかっこいい悪役とは言い難い姿での登場に加え、せっかく改心したガーラをデイダラとラチルという最悪な出だしを迎えました。物語は進み、ジオバーとサクラと戦うことになったサソリは二人の連携技により傀儡であるヒルコを破壊されてしまいます。傀儡の中からついに現れたサソリ、どんな醜い野郎が出てくるのかと思いきや、中から現れたのはなんと童顔の少年。全国の年下好き女子を一瞬で虜にしてしまいました。傀儡を駆使したしなやかな指さばきも見事です。4位には器用な童顔少年サソリがランクインしました。3位、ウチハサスケ。物語の序盤から終盤までイケメンキャラとしての地位を見事に確立しました。鋭い目つきやシュッとした立ち回りはナルトファンを幾度となく魅了したことでしょう。戦闘では道術や雷を駆使したイケメンキャラの王道の技を多用し、当時の少年少女のハートをわしづかみにしたこと間違いなしです。サスケの、この目は闇がよく見える、雷鳴と共に散れなどの数々の名言は忍びの歴史の新しい始まりではなく、キッズたちの黒歴史の始まりとなりました。あれだけ散々周囲の人間に当たり散らしていたにもかかわらず、ナルトとの激闘の後は仲間思いの最強キャラというポジションを手に入れており、今後もイケメン度は加速し続けること間違いなしです。なおこのイケメンのファーストキスは主人公が奪っているので、それだけは皆さんお忘れなく。2位、波風みなと。忍界最速の金髪、ルックス、飛来心、身のこなし、少年漫画でこれほどクールなやつが今までいたでしょうか。里の中人以上が着ている服に火影のマントを羽織ることでモブとの差別化にも成功しています。頼りになりすぎる野草だけど、イケメンの金髪壁が、残念なことに里の者からの信頼も絶大で、悲しいことに忍びとしての才能も持っています。しかし正義感が強く、父親としては最高と、アラを探そうと思っても全然出てこないので、彼の考察はこの辺りまでにしておきましょう。とにかく全てにおいて少年漫画の頂点に立てるイケメンということは間違いなしです。1位、ハク。初対面の際ナルトに少女だと思わせたほどのルックスの持ち主。当時のナルトは12歳でしたが、あと 1,2 歳年を取っていれば確実にナルトの性癖は変な方に歪んでいったと思われます。この美しすぎるルックスはもちろん、ザブザのために薬草を積みに森に来ているとてもけなげな性格はおじさんの読者を中心にもだえさせたこと間違いなしです。決定限界である氷筒を使いこなし、その実力の高さを見せたハクですが、優しさゆえに敵であるナルトとサスケをかばいながら戦い、最後はザブザのために死んでしまいました。はかしに雪のような真っ白な少年と評された純粋すぎる心の持ち主。出番こそ少なかったものの、美しい見た目、優しすぎる性格ともに作中では敵なし、堂々の1位にランクインです。まとめ、今回はイケメンキャラを5位から1位まで紹介しました。皆さんの好きなイケメンはランクインしていましたでしょうか。イケメンが多すぎる漫画なので、皆さんのイチオシキャラを理由と一緒にコメントで教えていただければ嬉しいです。